日本人は世界的に見ても投資を行っている人の割合が少ない、そういった国となっています。これには様々な理由があるんですが、これからの日本でですね、安心した老後を過ごすためには貯金だけで生きていく、そういった状態を目指すのは非常に危険だと言えます。老後平均で2000万円ほど自分で積み立てる必要があるというような話が金融庁の報告書で出てきましたが、こういった金額をですね、一般的な家庭が貯めるのはなかなか難しいというふうに思います。そんな中でやはり日本人がついにね、投資を行うべき、そういったタイミングがやってきたんではないかなというふうに個人的には思います。ということで今回は日本人が投資をしない理由というところをご紹介していきたいと思います。ということでまずはですね、投資ではなく貯金することに専念する日本人ということで、日本人はですね、本当投資をするっていうことではなくて、銀行口座に貯金をする、そういった人非常に多いんじゃないかなというふうに思います。特にね、これまでの日本人っていうのは本当に貯金をすることが安心というような、そういった価値観を持って、投資するのは危険なことだというような、価値観のもと、今まで過ごしてきたっていうところがあると思うんですが、2017年にはですね、日本人の銀行預金の残高が1000兆円を超えてですね、経済の回らない状態が続いているということで、この1000兆円分のお金っていうのが、今のね、超低金利の時代にですね、運用もされずにただただ眠っている状態というようなね、そういった状態のようです。こういった状態が生まれている裏にはですね、やはり危険な、投資は危険だというようなね、そういった、価値観、教育というものがあったと思うんですが、特にね、激しい仮想通貨とかですね、FX、外国為替の信用取引みたいなものとかですね、そういったもので大きく得をして お金持ちになったとかですね、非常に大きく損をして破産した、大きな借金を抱えた、そういった話をとかでね、聞いたりすると、日本人のね、特性上やはりそういったね、波のある人生よりもこう平坦な人生を歩みたいというような、民族性っていうのがあると思うんで、そういった中で、投資をするのは危険というようなね、そういった意識が根付くのも不思議ではないのかなというふうには思います。しかし先ほど言ったね、その仮想通貨であったり、その FX のね、外国為替の取引っていうのはですね、投資というよりは、投機、いわゆるギャンブルに近いものであるんで、正しい投資の知識を身につけておけばですね、そのような、一気にお金持ちになれるっていうチャンスも少ないですが、その代わり、その投資によって身を滅ぼすというようなこともないです。ということで、しっかりとね、正しい知識を身につけてほしいなというふうに思うんですが、そんな中で、日本人がですね、投資ではなく貯金をする、その理由としてはですね、このようなものがあるのかなというふうに思います。一つ目が、投資を始めるべきタイミングがわからない。二つ目は、投資は難しいというふうに思っていて、理解ができないというふうに思っている。また、投資をしようと思ってもお金がないであったり、そもそも投資をするそういった必要性を見出せてない、このようなね、大きく4つの理由があるのかなというふうに思います。ということでこちらに関してですね、一つ一つ解説していきたいと思います。一つ目がタイミングがわからないというものですね。先ほども言ったようなね、投資と投機、ギャンブルと投資っていうものを、ちょっと混同してしまっている、ごちゃ混ぜになっているっていうようなね、そういった方が多いというふうに思う中で、多くの人が投資をして失敗したらどうしようというふうにためらってしまって始めることができないというような現状があるのかなというふうに思います。例えばね、ニュースとかで為替とか株価とか、仮想通貨などが上がった、急激に上がりましたみたいな話を聞くと乗り遅れたって思ってしまったりですね、経済においても例えば最近のね、トランプ大統領と、中国のね、お互いが関税をかけまくるみたいなね、関税の掛け合いによる、貿易戦争みたいなものが起こっていて、世界経済が不安だというふうに言われていると、今は損するからやめておこうみたいに思ってしまうという感じで、こういうふうに悩んでいるうちに始めるチャンスっていうのを逃してしまうというようなものですね。ですがね、私のチャンネルをね、動画を見てくださっている方だったらわかると思うんですが、現在はね、様々な積み立て投資っていうものが存在してですね、投資って言っても、例えばね、100万円あったとして、でその100万円を、一つのどっかにドンっていきなりかけるっていうようなかけ方をする、投資の仕方をするっていうのは、当チャンネルのね、私としては、おすすめしている手法ではありません。例えば私の場合ですね、100万円あるんであれば、その100万円を原資に毎月数万円ずつを積み立てていく、そして長期で積み立てていくというようなね、そういったやり方をしていきます。これはドルコスト平均法と呼ばれるようなやり方になりますが、こちらに関しては他の動画でね、ご紹介していますんで、説明ドル
コスト平均法については詳しく説明していますので、そちらはね右上の方にカード貼っておくので、そちらの方から見てほしいなというふうに思います。まあ、そういったね長期での積み立て投資、そういった風なやり方をするんであれば、まあ、はっきり言ってしまうとそれほどねどこから始めても大きな差は生まれない。まあ、もちろんねバブルみたいな超好景気のてっぺんと、まあ大恐慌が起こってものすごく株価が下がった大底とでは当然始めるタイミングでだいぶ違ってきますけれども、まあそうじゃなくて、まあ普段のね相場の、上下の波の間であればどこで始めてもそれほど大きく差は出ませんよっていう感じですね。そういう意味で、まあ、タイミングっていうのは、まあ、どこから始めたっていいんですよ、始めようと思った時がタイミングなんですよというふうに、まあ、考えていただければいいかなというふうに思います。まあ、続いての理由としてですね、まあ、投資は難しくて理解ができないというふうに考えているということですね。まあ、先ほどからね難しくてになってますけど、まあ、難しくてということですね。まあ、この中身としてはですね、まあ、いろんなね専門用語があって、それらをしっかりと理解した上で、さらにね常に経済情勢とかに注目した上で売ったり買ったりする必要があるんじゃないかというふうに思い込んでいるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そして、まあ、理解するのが難しいし、自分がやっても損しそうっていうような感じで考えてしまって、まあ、結果として取り組めないっていうことですね。まあ、こういった考え方なんですが、まあ、確かにね、多くの専門用語があります。まあ、ですが、まあ、仕組みは単純で安く買って高く売る。まあ、これがですね、まあ、一般的な投資の考え方ですよね。まあ、そしてまあ経済情勢とかを常日頃ね注目して、あ今が買いだ今が売りだっていう風に、まあ細かくね短いスパンで取引する、まあ1日単位とかで取引したりするような、そういうねデイトレードと呼ばれるような手法とかもあるんですが、まあこういったことを本格的にやる人は、まあ本当いわゆる投資を本業としているような人々であって、まあ一般的なねサラリーマンであったり勤め人の人とかが、まあそういったやり方を真似しようとしたって、まあまず無理という風に考えた方がいいです。まあだからこそ基本的に長期で積み立てる方式を私個人としてはお勧めしているんですが、まあ、そういった 長期の投資信託じゃなくても株とかでやるんであれば、まあ、長期的に見てですね、まあ、そもそも短期の目線で見るんじゃなくて長期的に伸びていくような分野っていうのを探した上でですね、そういったところをしっかりと保有する、またですね配当金などをですね狙うための投資方法みたいなものもありますので、まあ、こういったところをですね、まあ、長い目で見る投資、そういったところに、しっかりとね意識をシフトしていくと、まあ、こういった知識を得る方法っていうのもねいろいろと変わってくるんじゃないかなというふうに思いますし、その結果として、まあ、やれそうだなと思ってね取り組めるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただしねこの配当金だけをもらうっていうことを意識して、そこばっかりをね狙ってやってしまうと損をしてしまう可能性が高いというようなね、そういった動画をですね、まあ、別の動画でこちらもね、解説しています。なので配当金狙うのは大事なんですが、配当金ばかりに目を行かせないようにする、そこにばかり気を取られないようにするっていうことも大事になるかなというふうに思います。まあ、その動画についてはですね、また右上の方にねカード貼っておくんで、そちらもね気になる方は見てほしいなというふうに思います。そして、3つ目の理由としてはですね、まあ、投資を始めようと思っても資金がないというものですね。まあ、これ結構ね多いんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、いざ投資をしようと思った時に、まあ、不慣れなね投資に回すお金がないということで、まあ、特にね今まで投資をしたことがない人たちが、いきなり始めようと思った時に、さあ投資をしよう、でも、まあ、お金がないっていうふうに、まあ、思うのは仕方ないと思うんですが、実際のところですね、投資に回すお金ってそれほど必要なかったりします。まあ、そもそも始めるっていう段階であればそれほど大きなお金を用意する必要はありません。まあ、投資っていうのは本当少額からでも始めることができますし、最初はね貯金額の1割とかでも十分な投資が可能となります。なのでそもそもお金が必要、たくさんのお金が必要という考え方を、まあ、捨てるっていうところから始めるのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。また最近ではですね、まあ T ポイントとか楽天ポイント、こういったポイントを使って、まあ、投資の練習をすることができるというかね、まあ、実際にそのポイントを使って、まあ、投資をすることができるんですが、そういったサービスもあったりします。例えばね100円とかからでも100ポイント100円のね100円分の100ポイントとかから、まあ、積み立て投資をすることができるようなねサービスとかもあったりするんで、まあ、まずはね、そういったちっちゃいお金からでも始めれるんだっていうところを意識するため、まあ、自覚するためにもねそういったサービスを使ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そして、まあ、銀行口座にねお金を貯金しててもほとんど利益はありません。これはね
まあね、当分の間はもう銀行の金利っていうのは本当、預けておくだけの価値のところまで上がってくることはないというふうに考えた方がいいと思います。つまり今を生きている私たち、これから老後に向かって進んでいく私たちとしては、まあ、こういった銀行口座に貯金をしておくっていうことが、まあ、全くもって私たちの老後への蓄えの足しにはならないというところを知っておくっていうことが大事になってきます。まあ、そういった意味も含めてですね、まあ、生活に支障が出ない金額から始めてみるというのもね、まあ、手段の一つですね。先ほど言ったポイント投資、ポイントで始める投資に関しても、また別の動画を作って説明しているんで、そちらもね、右上のカードの方から気になる方は見ていただけたらというふうに思います。まあ、これ本当ね、今まで投資経験がない方はね、ぜひやってみてほしいなというふうに思いますね。まあ、気軽にできる上に、まあ、そのね、なくなったとしてもポイントなんでダメージが少ないっていうのもありますし、その上で、あ、こういう感じで投資をやっていくんだっていう、そういうね、まあ、投資へのリテラシー、そういったものをね、貯めていくにもちょうどいいと思いますんでね、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。そしてですね、最後の理由、現在の生活から投資する必要性を見出せないということで、まあ、この人の考え、こういう人たちの考え方の根底にあるのは、やっぱりね、先ほど言ったように投資をね、ギャンブルのような危険なことだと思っている。つまりね、非常に大儲けしたり非常に大損したりと、まあ、どちらにしても将来的にあまりいいことがないようなね、そういった危険なことなんだというふうに思っているんじゃないかなというふうに思います。ですが、まあね、本当に確かに損することがあります。しかしね、これ何度もね、いろんなところで言ってるんですが、まあね、本当長期投資、長期の積み立て投資に関して言えばですね、まあ、積み立てっていうところがポイントですけれども、まあ、20年30年というふうに積み立てていけば、まあ、一般的な世界情勢であればほぼほぼ損する人はいなくなるというようなね、まあ、データも出ているんで、まあ、そういった意味で、まあ、不慣れな方はとにかく長期の積み立て投資っていうのを、まあ、まずは検討してみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういったものであれば、そもそもね、大損のリスクなんていうのはほとんどないというふうに考えて、まあ、考えていいと言ったらもう語弊があるんですけれども、まあ、だいぶリスクは低いというふうに考えられますので、まあ、そういったところをね、まずは検討してみるっていうことですね。そしてですね、まあ、定年した後、まあ、公的年金と預貯金のみで生活することに、まあ、基本的にはそういった風になっていきますよね。もちろんね、不動産収入があるとかそういった別の収入がある可能性もありますが、基本的には、まあ、老後の心配をしている方っていうのはこういった生活になると思うんですよね。まあ、つまり、まあ、老後っていうのは限られたお金で、そういった中で生活をすることになるわけですよね。まあ、だからこそ、まあね、収入っていうのは限りがありますが、その収入をどれだけ、まあ、膨らませていくか、そして老後に入る前に安定的なお金、まあ、老後を安心して暮らせるだけのお金を手に入れるのかっていうところをね、考えるためにも、まあ、こういった投資のね、考え方っていうのをですね、身につける必要があるんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当こういったね、投資の考え方っていうのを身につけるだけで、まあ、本当に老後のね、安心感っていうのは全然違ってきます。まあ、老後までにね、そういったしっかりと大事な老後の資金を作っていくっていうこともできますし、まあ、老後の生活に入っても、まあ、そのね、資金を元手にまたね、自分の老後のお金っていうのをさらに運用していくっていうこともできるようになります。またね、そういった、運用のところでね、いろいろと考えることができれば、まあ、脳のね、刺激にもなるんで、まあ、地方防止にも多分なると思いますし、かつね、まあ、そういった意味で、まあ、なんていうか、生きていく上での楽しみみたいなものにもなると思うんで、まあ、本当ね、何かと投資っていうのは、まあ、身につけておいてね、悪いことはあまりないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ただし、投資と投機を取り違えないっていうことは大事になってきますからね。ということで、今回はね、投資をする、まあ、その一歩を踏み出せない人たちの理由っていうのを考えてみたんですが、まあ、今回ね、やっぱり言えることは、まあ、とにかくね、一部、預貯金の一部からでもいいので投資を始めてみるってことですね。まあ、先ほども言ったポイントからでもいいです。本当とにかく始めてみるっていうことが大事だという話ですね。まあ、預貯金の余裕のある部分から少しずつ投資を始めてみるということをまずは始めてですね、その上でどういったものなのかっていうのを体験するってことが大事になると思います。もちろんね、最初は、ちっちゃい額の間でですね、まあ損したりすることもあります。ですが、まあ一般的に、なんかね、投資が怖いというような人たちが思っているような、まあ大きな損をしているっていうのは、まあ本当投資家のようにですね、投資を本業にしていたりですね、まあもしくは投資と投機っていうのを勘違いしてですね、まあ、FX とかでいわゆるハイレバレッジと呼ばれるような、まあリスクの高い運用方法をしているような人たち、まあそういった人たちぐらいでしか、まあそんなね、破産するようなことを
っていうのはありません。こういったハイリスク、ハイリターンな投資をする、投機ですね、をするんではなくて、とにもかくにも、まずは本業の収入のちょっとプラスになるようなところっていうのを目標に、少額から始めてみる。つまり、ハイリスク、ハイリターンの逆のローリスク、ローリターンで少しずつ利益を得ていくという、そういったところを目標に少しずつ始めていくっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思います。とにもね、かくにもね、本当始めてみないことにはどうしようもありません。そして始めないことにはもう一生ね、貯金だけで生きていくしかないというようなね、本当これからの時代どんどん厳しくなっていくような、そういった生き方になっていきます。その中でしっかりと長期の積み立て投資っていうそのスキルっていうのを身につけることによって、本当スキルというほどでもないスキルですけどね。ただしやっぱりどこに投資するかっていうところの銘柄の見極めであったり、そういったところのスキルっていうのは必要になってくると思うんで、そういうね、ここではスキルというふうに言わせてもらうんですが、その長期積み立て投資のスキルを身につけることによって、あなたの人生の楽しみも増えますし、そしてあなたの人生の老後のお金っていうのを増やしていくこともできるようになります。とにもかくにもね、先ほど言ったみたいに、まずは始めてみて、どういったものなのかっていうのを経験するところからぜひね、始めてみてほしいというふうに思います。